はい、こんにちは、トルーパーズの山中です。出張しないナイフ市のお知らせ、久しぶり。こちらトルーパーズの5階ですね。まあツイッターなんかでもまあね、ちらほらやってますから、時々まあ僕があのなんていうかな、暇な時間ちょっとプラモデルでも作ってるから、よかったら立ち寄ってくださいねっていう、こちらのトルーパーズの5階ですね。こちらに、今度の土曜日曜、時間は1時から、まあ、大体5時ぐらいまでと、に、いくつか今現在おすすめの商品、なるべく、まあ、装備品とか、あとはまあね、こういったナイフのメンテナンス用品ですとか、用意してちょっと特選品を用意して、ちょっとこちらをちょっと売り場の延長という形にして開放しようかなと、そういうお知らせでございます。実際ですね、結構おすすめのマルチツールやミニツールなんかも割と残ってたりとか、まあいろいろね、この間もサバイバルゲームやってきましたけど、そういった、メンテナンス用品とかゴーグルとかも売ってたりしますので、まあ、まあ気が向いたら、まあ、そろそろちょっとトルーパーズ買い物行こうかななんていう方いましたら、ぜひぜひまあ、ついでに5階にも寄っていただければ、まあ、かといって別に1階と値段が何が変わるとかそういうわけじゃ全然ないんですけども、まあ、なんかね、おすすめ品、特売品なんかあったら、それも5階に用意しておきたいなと思います。で、あとは当日ですね、まあ、今からちょっと水につけておきますけど、ナイフ用の砥石、まあ、最近切れ味がちょっと落ちてきたなぁなんていうね、ツールナイフにもナイフくっついてますけども、こういったナイフのメンテナンス、またはまあオイル、まあオイル、まあ下で売ってますけど、まあここにもちょこっとまあね、牧用のやつがありますけども、ね、そんなんでナイフ持ってきてくれれば、砥石用意しておきますので、研いでいただいても結構ですし、あとはそうだな、そんなとこっすかね。まああとあれですね、サバイバルゲーム装備なんかもお持ちの方、まあ、こういったベストやポーチなんかはその場で、まあ、下で買ってきたやつはこう自分のベストで合わせてモレーの位置調整したいとか、なんかこうちょっとした各用品のお手入れなんかも、まあコーヒーメーカー用意してますので、よかったらコーヒーでも飲みながら、買い物あとのんびりちょっと談笑しながら、ご自身の装備のメンテナンスしてっていただいても結構かなと、まあなんせそんなにぎわうお店でもないのでと、まあ、そういうわけで、今度の土曜日曜、9月何日になるのかな、まあいいや、土曜日曜日ですね、1時から5時までの間、こちらトルーパーズの5階でよかったらお待ちしておりますので、ね、コーヒー飲みついでにでもいいんでお立ち寄りいただければ幸いでございます。まあ、またあとね、近くのフロンティアさんなんかでもエアガンの特売品やBB 弾なんかも売ってたりとか、まあ、またはエアガンをお持ちの方なんかも当然ね、フロンティアさんのシューティングレンジなんかご利用される方もいると思いますし、まあ、その際に赤羽コースの一つのポイントとしてお立ち寄りいただければ、何のパワースポットでも何でもないですけどね、はい、まあ、そういうわけで、今度の土日よかったら、まあイベント開催中、端っこの方でプラモデルを作ってる人もいるかもしれませんが、まあその辺はちょっと置いといて気軽にお立ち寄りいただけると幸いでございます。それでは土日の出張しないナイフ市のお知らせでございました。最後まで見ていただいてありがとうございました。